ちゃいけないのか。体を使ったレクリエーションが向いていない。全く同感だけど、そんなの分かってたはずだろ。君は僕なんだから。なるほど。でもそれを言うなら君には分からない、僕の意図が。なぜだ、同じ自分のはずなのに。同じじゃない、僕は君よりおしゃべりだ。君がそう作った。おかげで価値観がとっちらかって困ったほどだ。困る？そうか。実時間の再設定を忘れていた。すまなかったね。経験値と人格形成の整合性が取れていないんだ。そういうところ。人類を絶滅させかけた魔王とは思えないね。笑わなくても。ついてきて。Society. So instead of reflecting on themselves, they blame the beasts, Adam, or hell. You ってわけじゃねえよな。一応サイエンスだ。衝撃もお互いにフィードバックする。油断しましたね。剣よ、量子流動を切る。
かった。勢いは星を消すところだった。量子流動
ますか。確かにこれまでのシミュレーションはよくできてた。でもこれは打足じゃないか。戦闘に特化させた。戦えば僕たちは何かの答えを得る。結末の想定は2つだ。一つは僕の答え、もう一つは、それが君の願いだ。世界を混沌に陥れたことへの時間、君はその両立しない二つに行き詰まってた。科学者としても、人としても。では、僕を作った理由は？怖い考えも浮かんだけど、君は戦いに勝ってくれた。存在したいんだ。そうだとして、科学者としての論拠が伴わなければ、堂々見ていた。証明できないことと存在しないことは等しくない。感じた価値を否定する方が非科学的ということか。僕はそれを君に証明する。ただそれが存在に、なんというか、僕たちはもう少し自然に意思疎通できないものか。一番難しい課題とも。そろそろいいかな。君の意図というやつを聞いてもいいとも。じゃあ始めよう。また君と戦うのか。ドゥオワン、サザンクナイナケ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 イやっ
それ以前の基礎体力が桁違いに面白いな。うまく説明できないけど、君は僕と戦っていた。自分自身とじゃなく。すごい進歩じゃないか。その差に気づくなんて、この先は僕がいなくても大丈夫そうだな。忘れないでくれ。ここに来るまでたくさんの人と戦った。全部僕が作ったシミュレーションだけど、それはつまり、君が作ったものでもあるんだ。君は君が思うほど、人でなしじゃない。なんだいそれは。君は僕をおしゃべりにした。興味や関心事が増えて、楽観的になって。なんてかって思ったけど、すぐに気づいたんだ。僕は。俺は、ぶっちゃけ当事者じゃないんだって。それを分からせたかったんだろ。でもさ、君が感じた歴史は僕だって忘れられないんだ。内向的で協調性がなくて、一番興味のある現実や真実は誰もが楽しめる話じゃなかった。それがどうにも居心地の悪い世界で、人のせいにもできなくて、世界も好きな人も全部自分が壊して。分かった、分かったよ。そんなことを君に言わせてしまって申し訳ない。定点だ。そんな返事。自分を肯定できないのは知ってる。でも振り返っても、立ち止まっても、歩き続けるって宣言しろ。君を気にかけてくれる人が一人でもいるなら、その人を悲しませないことには、十分すぎる価値がある。遺言にするつもりで君を作ったわけじゃないんだが、その言葉を信じたい。だからこそ、ちゃんと生きて帰ってこい。まさか、これほど急転直下の展開になるとは。Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven, or hell. Kimi の登場は想定外だ。
解除することになるとは。僕は戦闘用に調整されている。理論値に限っては君に勝ち目はない。侮った。本気で僕を殺すつもりか。
剣を溢れる。もう一人の僕が喜ぶよ。僕もそれっぽいこと言いたいところだけど、ちょっとそれどころじゃなくて、え、締めの一言までは考えてないんだけど。こんな戦い誰が知るわけでもないけど、師匠の存在に対する観念が少し分かった気がする。もう少しだけ。もう少しだ。